さて、行きますか。はい、こんにちは、ジャマです。今回はドラゴンクエストビルダーズアルフガルド復活戦をやっていこうと思います。ということで、行ってみましょう。はい、収章ラダトーム編ですね。前回新しい旅の扉の先に行って、三賢者探してきてねと言ってね、ちょっと探索だけしたんですが、地形を見るにね、おそらく三賢者というのが、まあ、今までの1章から3章までの登場人物ではなかろうかというような予想をしたところでしたね。で、じゃあやっていこうと思うんですが、まあ、その流れでいくと、まあ、順番にね、メルキドから行くのがいいのかなというところですかね。まあ、おそらくね、メルキドは砂漠のあたりだと思うんですが、まあ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 、行ってみましょうか。ね、ちょっと砂漠はね、こっちの方にあったので、そちらを目指してね、行ってみましょう。あっちだね。ほい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 。さて、あ、仕留めたと思ったら、こいつあれか、生き返ってるやつか。オッケー。そうだなぁ。まあ、ちょっと浄化しつつ、進みますか。いて。おお。はい、オッケー。さあ、じゃあちょっと砂漠地帯に入っていきましょう。この砂漠の植物というかサボテンもね、少し回収しようか。あれ、ちょっと反応が、これさ、録画しながらだとなんか重たいのかな。キャンセルが入るんだが、ためにキャラが多いとかな。はい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 。お、初めてサボテンフルーツをゲット。ちょっと先ちょいてんの気になるから壊しておこうか。ふい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 。砂も少し回収しとこうかと思ったけど、まあそれは後でもいいか。この辺は氷だね。ちょっとなんか画面が眩しいんだよな、氷のとこ見ると。オッケーオッケー。ん、この下はただの土か。一応確認で壊しておこうか。あれ、ただの土じゃないな、これ硬い。あ、マーブルガン、なるほどね。そういえばそんなのあった気がする。この下はもう岩盤かな。なるほど。じゃあここ後でちょっと氷とマーブルガンと砂と回収に来ようか。爆弾岩もいますね。あ、カニがいるな。よし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 。カニの爪ゲット。ちょっと食料を食べましょうか。オッケー。この辺の、これ銀か？ちょ、一回浄化してみる。で、ここをぶっ壊す。多分銀だな。ここにも、これなんだっけ。あ、壊せない。この、大金槌だと壊せないっすね。なるほど。こうなるとまた新しい装備も必要だな。ちょっと太陽が眩しいのか、これ。よくよく見ると氷に反射してる太陽がかなり眩しい。
さあ、でかいな、こいつ、よく見ると。ちょっと待て。思った以上にでかい。いて。いて。いや、でかくて硬いな。ちょっとめんどくさいぞ、こいつ。おっと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 、ちょっと待って。遠くから刻むか。あ、こっちのがダメージ通るか。19入ってる。ちょっと待って、ちょっと待って。一回止まって、フェイントして、で、試させて殴るか。ちょっと待って。いて。ちょっとカニも邪魔だよ。いて。カニが増えて動作重くなってる気がする。いてててて、ちょっと待って、ちょっと待って。まあ、そもそもこいつらと戦う意味あるんかっていう気もしてくるけど、まあ、なんかちょっと危なっ。あー、やばい。ちょっと待って、ちょっと待って。一回回復入れて、危なっ。はい、倒した。なんか落とせ、せめて。何も落とさない。なんてやつだ。ちょ、目的地どこだ、そもそも。こっちか。合ってるね。この先ですね。夜になっちゃった。あ、ちょっと待って。毒か。くそ。ちょ、休める場所がないのか。あそこなんか燃えてんな。燃えてんのは目的地にはなってないけど、なんだこれ。目的地そっちなんだよな。ただちょっと夜になっちゃってゴースト出てくるのが面倒だな。ね、どうしたものか。これだよね、目的地。おい、誰か。これさ、ロロンドさんじゃないか。なんか、あの人最初も閉じ込められてたよね。多分これ、そうだな。リリンちゃんではなかったか。まあ、トゲ罠ゲットしましょう。オッケー。よし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 。そしたらね、どうしようかな。これ多分、あれだよね。ボスかなんか来るのかな。どうなんだろう。何か敵が来るんだとしたら、ちょっと朝まで待ちたい気もするんだよな。あ、こいつはでかくないね。オッケー。ちょっと、敵が出てくるとしたら、ちょっと朝まで待ちたいな。ちょっとこの辺戦いやすいように平らにしとくか。砂集めながら。オッケーオッケー。まあ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 、まあ、ロロンドさん、エルさん、アメルダさん、姉子かな。でも最後送りに来たのガロンさんだったっけ。まあ最後送りに来た人物が、来るのかどうかもよく分かってないけどね。まあ朝になったらちょっと話しかけてみましょうか。爆弾岩も寝てんね。ちょっと倒しておこうか。
はい、オッケー。まあ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 、お、これ壊せないお、朝になったね。オッケー。じゃあちょっと話しかけてみましょうか。うん、こいつは倒しておく。オッケー。よし、じゃあちょっと話しかけてみるか。あれ？あれ誰かって言ってたのに言わなくなっちゃったな。まあ壊しましょう。オッケー。あれ初めて石垣をゲットした。これ壊せないブロックじゃん。あ、マジか。まあただ話すって出てるね。よし、じゃあ話しかけてみましょう。ぬお、そこに誰かおるのか。不届きな魔物どもに襲われて固い岩の中に閉じ込められてしまってな。頼む、誰かは知らぬが我が輩をここから出してくれ。この岩は恐ろしく固い。何か爆弾のようなものでなら、ああそういうことか、壊せる気がするぞということで、じゃあなんだ、一旦じゃあ拠点に戻って爆弾岩使って、なんだっけ、爆弾岩で、爆弾、ちょっと待って、魔法の爆弾みたいなやつ作らないとダメなんだねこれ。なるほど。じゃあちょっと一旦、拠点戻りますか。ちょっと砂回収したいので周りきれいにしとこう。別にボス戦があるわけではなかった。オッケー。まあお腹も空いてきたしね、拠点に戻りましょうか。さてさて、あれなんかためが録画中キャンセルされんだよな、ところどころ。あ、しかもなんか間違えて食っちゃったし。ほい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 、まあ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 、この辺のブロックは、全体的にね壊せないよということですね。オッケー。そしたら、あーでも少し爆弾は買っていくか。これで戻って素材足りねえってなったらまためんどくさいからな。よし、オッケー。じゃあ少し、この辺りにいた爆弾岩を買ってから戻りましょうか。あそこに2匹いるね。ナイフ装備しておこう。いて。おっと。オッケー。そしてまあこのピンクのやつも倒しておきましょう。くらえ。くらえ。くらえ。おーし、オッケー。この先ももしかしたら、ここでは初めてかな、上質な毛皮ゲット。ラダトーム編ではアルミラージ初めて倒しましたね。オッケー。爆弾岩また出ましたね。これ少し買っていきましょう。ちょ、サソリは邪魔だなマジで。何落とすわけでもないし、鬱陶しい。くらえ、くらえ。はい、オッケー。さっき拾ったトゲ罠とかこの辺に置いとけば勝手にね爆弾石溜まるかなみたいなことも思わなくはないけどね。まあそれやるんだったら少し地形平らにしたいけどね。
もうお腹空いちゃったから、さすがに一旦、お、初めて砂マーブル岩ゲット。なんか微妙に違うのか。空腹で倒れそう。そろそろ帰りましょう。オッケー、キメラの翼で戻ろうか。さあ、そしたら、ちょっとね、拠点で食べ物を、あれ食べ物誰も作ってくれてないな。しょうがない。結局手持ちのキノコ食うしかないのか。あとは、この辺の箱にも誰も入れてくれてないのか。ちょっと爆弾作るのを確認しましょうか。何がいるんだっけ？こっちじゃないか。あれ？こっちか？あ、これだ。魔法の玉ですね。爆弾石と鉄のインゴットと紐か。ちょっと鉄のインゴットが足りなかったのか。なるほどね。鉄のインゴットは石炭が足りない。なんてこった。ちょっと待って、石炭どこにある？その辺にあったっけ？あ、ここになんかアイテム落ちてる。石炭多分ね、このマップであった気がするんだけど、山の方に。ちょっと拾ってくるか。石炭ね。あ、これでしょ、石炭。一個しかないけど。一個しかないけど、これが石炭だよな。そうだね。これは、どうだ？少し浄化して。この辺に、あ、埋まってんな。オッケー、じゃあちょっと石炭回収して、爆弾作ったら一旦今回そこまでかな。ほい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 。よしよしよし。この辺もちょっと浄化して、綺麗にしていきますか。そうだね、この辺やっぱ埋まってんね、石炭。ぶっ壊していこう。はい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 。また夜になっちゃいそうだな。これは鉄か、多分。オッケー、一旦戻ろう。これさ、壁越しでも寝られたりしないか。触れたら寝れるかなと思ったんだけど。オッケー、寝ましょう。ゴースト鬱陶しいんでね、ちょっと朝にとりあえずしちゃいましょうという感じですね。さてさて、そしたら、改めてね、ちょっと鉄インゴット作って、改めて鉄インゴットを作る。そして、魔法の爆弾作りましょう。これですね。爆弾石が6個しかないから、10個しか作れないか。OK。そしたら、一旦今回はここまでにしようかな。またね、ここからね、ロロンドさんらしき人を、あそこから救い出すときにね、もしかしたら敵出てくるかもしんないし、その辺も含めてね、ちょっと長くなりそうな気もするので、
ちょっと爆弾石だけ、で、どこだ？ちょっと待って、あった。爆弾石と、まあ、火を吹く像ぐらい、手持ちに加えといて、これで、次回ね、改めて救出に向かいましょうかね。はい、ということで、今回はここまでにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。